エフスキーはソ連パルチザンスク出身の映画監督。1935年9月4日、強制収容所のあった極東、宴会地方の炭鉱町スーチャンで育つ。父親はオーケストラの指揮者であった。1960年にモスクワの全ロシア映画大学に入学するが、在学中の1966年に無実の罪で投獄されてしまう。 釈放されたのは1974年で、1977年には、無事卒業して、レニングラードのレンフィルム撮影所に入り、短編映画の制作や助監督として働く。1981年に、初めての長編作品、田舎の物語を撮るが、望まない脚本を押し付けられた形であり、その結果全く評価されなかった。 二作目を監督するめどが全く立たず、助監督や映画の配役などで生活していたという。53歳の時、アレクセイ・ゲルマンに見出されて、やっと撮ることができた、長編二作目の自伝的作品、動くな、死ね、みえれ。で、1990年の第43回カンヌ国際映画祭カメラドールを受賞し、世界的に知られるようになる。また、 1992年には、一人で生きるで第45回の同映画最新サイン賞を受賞。コトボール家は1999年のロカルノ国際映画祭、現代の映画監督部門で上映される。また、1998年には、ビアリッツ国際映画祭で、解雇上映が行われた。インターネットムービーデータベースのカネフスキーのページでは、サチニー、バーンスクプロビンス、 ソビエトユニオンとされているが、ブリャンスク州は、ウクライナやベラルーシとの国境にあり、同州内に、スーチャンという町も存在せず、さらに同州は、宴会地方ではない。しかし、ブリャンスクで生まれ、極東のスーチャンで育ったとの可能性も、否定できないので、育つという表記を採用した。ありがとうございます。